はじめに県内では高齢者が関係する交通事故が多発していることから、きょうから今月11日までの期間、高齢者事故多発警報が発令されました。十分にご注意ください。さて、高島市特産のマクワウリが今出荷の最盛期を迎え、市内にある選果場では連日職員が品質を確認しながら箱詰め作業などを行っています。鮮やかな黄色ですっきりとした甘さが特徴のマクワウリは、お盆のお供えやデザートとして親しまれてきました。高島市にある JA レイクシガの今津営農経済センターでは、市内で収穫されたマクワウリを色の濃さや重さなどによって選別し、箱詰めする作業がピークを迎えています。JA レイクシガによりますと、収穫作業は先月19日から始まりました。今年は雨の影響で収穫量は少ないものの、7月に日照時間が確保できたことから、色づきがよく品質も良いということです。おやつやデザートに特に冷やされてお召し上がりいただいてて、すごくさっぱりした甘さになるので、ご高齢の方にも喜んでいただいております。出荷されたマクワウリは JA レイクシガの直売所や県内のスーパーなどで購入できるということです。では、県内の気になるニュースを続けてお伝えします。おとといから昨日にかけて、県内では事務所を狙った窃盗事件が相次いで発生しています。被害に遭ったのは、守山市内と野洲市内の事務所2カ所で、金庫内に保管されていた現金など、合わせておよそ100万円相当の金品が盗まれました。それぞれの事務所ではドアがこじ開けられていたり、窓ガラスが割られていたりしたということです。また、このほかにもおとといからきょうにかけては、守山市内で事務所を狙った窃盗事件が4件確認されていて、いずれも未遂だったということです。警察では同一犯の可能性もあるとみて捜査するとともに、近隣の事務所に対して注意を呼びかけています。一方、こちらではパトカーが被害に。今日午前3時ごろ、甲賀警察署の表駐車場にライトをつけた1台のバイクとみられる車両が入ってきたのを当直の警察官が確認しました。警察官が駐車場に向かうと、パトカー1台、覆面車両1台、事故処理車2台の合わせて4台に消火剤が撒かれていたということです。防犯カメラには、車両に乗った人物が消火剤を撒きながら去っていった様子が映っていたということで、警察では器物損壊事件として捜査しています。琵琶湖の水中遺跡の魅力を発掘・発信しようと、県はきょう保存活用についての検討会議を開き、事業をスタートさせました。1924年、長浜市湖北町のつづら尾崎沖合の琵琶湖底で湖底遺跡が発見されてから今年で100年。県はこのつづら尾崎湖底遺跡など琵琶湖に眠る水中遺跡の魅力を発掘・発信する事業を始めるとし、きょう遺跡の保存活用に向けた第1回検討会議を開きました。滋賀県は琵琶湖の周りに湖底に湖岸に多くのこの遺跡文化財がございますので、その一つ一つをもう一回大切に調べ、そしてまとめ、さらには紐解き、それらを伝えることで、皆様方の未来にも資するような、そういう取り組みができないかな。琵琶湖の湖底や湖岸には78か所もの水中遺跡が確認されていて、その数は全国第2位となっています。今日の会議には大学教授や博物館の館長などの有識者が委員として参加し、つづら尾崎御殿遺跡などの国の史跡指定に向けた調査を行うほか、今年12月には水中遺跡発見100周年の記念講演会や展示会を行うことが話し合われました。次回以降の会議では、調査候補遺跡の抽出や基本方針の策定などをさらに詳しく検討するとしています。ロボットを用いて競技を行う世界大会に出場し、見事1位に輝いた立命館守山高校の生徒が市長に優勝を報告しました。今日、守山市の森中市長のもとを訪れたのは、立命館守山高校のサイテック部に所属する生徒3人です。3人は人の操作によって動くロボットではなく、ロボット自体が自ら考え動く自律移動型ロボットによる競技の国内大会で1位になった後、7月にオランダで開催されたロボカップジュニア世界大会に出場。ドイツやアメリカなどから26チームが出場する中、ロボットによるサッカーのライトウェイトリーグ部門で見事総合1位に輝きました。今日の訪問で報告を受けた森中市長は祝福の言葉とともに、引き続き技術を磨き、世界に羽ばたく人材になってほしいと激励の言葉を送りました。僕たちはいろんな方から支援をしていただいたり助けていただいたおかげで、サポートと私たちの努力とが合わさってやっと取れた世界1位なので、それをその他の人たちにも還元できるように、後輩育成であったりその町の人たちに対してこのロボットの楽しさを伝えるきっかけを作ったりっていうのをしていきたいなって思ってます。訃報です。彦根市の元市長、獅山光陽さんがおととい、病気のため亡くなりました。83歳でした。獅山光陽さんは彦根市出身、1979年から彦根市議会議員を通算4期、彦根市長を1989年から2013年の間に通算3期務めました。彦根市長の任期中には彦根城築城400年祭なども行われました。通夜は今日午後7時から、告別式は明日午前10時半からいずれも彦根シティホールで営まれます。